Santo. Esse já. どうも、ご無沙汰単語、ちぶんぶんと申します。あと10分後ぐらいですかね、斉藤哲長さんをお招きし、ゴジラマイナスワンについて語っていきます。ちょっとですね、その前に、まあ、哲長さん来る前に、まあ、肩慣らしみたいな感じで軽く雑談でもしようかなと思います。先日ですね、第96回アカデミー賞のノミネートが発表されました。皆さんいかが、でしょうか。なんかね、作品賞に普通に落下の解剖学、そのフランス映画なのに、その、国際長編映画賞じゃなくて、その作品賞に入ってたりとかするんですよね。で、意外だなと。で、オッペンハイマーが無双していたりとか、あとは、ジョナサン・グレイザーの関心領域ですね。ゾーン・オブ・インタレスト。放題つきましたけれども、これ、放題すごいですよね。普通、ナチスとかホロコーストものになると、そのタイトルに大抵ナチスとかホロコースト、アウシュビッツとか、なんでも入れるじゃないですか。なんでも醤油入れるみたいな感じに。でも、その直訳みたいな感じで、漢字4語、関心領域ってつけたの、本当に英断だなって思いました。で、自分そんなにアカデミー賞を、テンション高く見る方じゃないんで、国際長編、映画賞とドキュメンタリー賞ぐらいしかあんまり興味ないんですけれども、ドキュメンタリー映画賞が割と面白いのかなと思ってて、最近、まあ、ドキュメンタリー映画界の A24 と、個人的には呼んでいるんですけれども、ドクウーフっていうドキュメンタリー会社があるんですよね。そこの配給作品が今回3本も、ノミネートされているんですよ。一つが The Eternal Memory という作品で、これ83歳の優しいスパイ、老人スパイの監督ですね、の、作品、の、監督の新作ですね。認知症の話ですね。これまあ、25年間連れ添った夫婦がいて、で、夫の方がアルツハイマーと診断されているんですよね。で、まあ、彼には、まあ、忘れちゃいけないことがあったみたいな話らしくって、非常に興味深いなって、見たいなと思って、先日アメリカの iTunes でレンタルしてみたんですけれども、なんか不具合かなんかでちょっと再生できなかったんですよね。なんか日本公開っていうか配給がついているみたいな話を小耳に挟んだんで、ちょっと日本公開されたらこちらの作品見ようかなと。ちょっと海外ルートだと見ることができなかったんで、残念なんですけれども。で、ドクウフ社がもう一個配給しているのがですね、ボブ・ワイン・ザ・ピーポーズ・プレジデントという作品で、これ、ウガンダの、政治家のボビ・ワインのドキュメンタリーですね。なんか音楽の力を使って、その政治で頑張るみたいなお話らしくって、これも見たいなって思ったんですが、これ今のところちょっと見る手段がなくて、どうしようかな、みたいな感じで思っているんですよ。で、もう一つがカウテール・ベンハニアの作品フォー・ドーターズですね。カンヌ国際映画祭に出品された作品で、これ結構面白い作品、興味深い作品でしたね。皮膚を売った男の監督カウテール・ベンハニアのドキュメンタリー、まあ、ドキュフィクションみたいな感じで、そのある4人の姉妹がいるんですけれども、そのうち2人が行方不明になってしまうんですよね。いなくなってしまうんですよね。で、二人は、本物の、まあ、家族。で、もう二人は、俳優をあてがって、その事件の再現を試みるみたいな作品で、まあ、ぬるっと、その演技、まあ、現実の光景から虚構に行ったり、虚構か現実に行ったりする。で、その中で、その、まあ、国っていうか、その国の文化が抱えている息苦しさが見えてくるみたいな話ですかね。で、
最後ドクーフが配給してんのがその実録 マリウポリの20日間っていう作品で、これ見ました。先日 NHK の世界のドキュメンタリーかなんで放送されて、前編後編で放送されていたんですけれども、てっちょうさん、お疲れ様です。今軽くアカデミー賞のあの長編ドキュメンタリーの話しております。あ、じゃあちょっとお待ちください。あ、聞こえますか？どうだ？あ、あの、あ、聞こえますか？聞こえますか？あ、バッチリ聞こえます。オッケー。そう、今日急な誘いだったんですが、乗っていただきありがとうございます。まさか同じ日に見てるとは思わなかったんで。あ、そうなんだ。昨日見てたんだ。あ、昨日見てたのか、てっちょうさん。自分今日。あ、俺、今日これ昨日だったそう、カラーって白黒どっちで見ました？白黒っすね。ああ、そう、自分も白黒で見て、うん、やっぱ今だったら白黒のやつ見るしかねえなって。そう、なんか想像以上にすごい良かったんで。いや、良かったっすね。そうで、まあ、あの手帳さん来るまでに雑談がてら、そのアカデミー賞のリストで、まあ、自分いつも興味あるのドキュメンタリーと国際長編ぐらいしかあんまり興味ないので、はい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 、で長編ドキュメンタリーチェックしてたら、配給会社のドクーフってわかります？いや、わかんないですね。あのね、ドキュメンタリー映画界の A24 と個人的に呼んでいる、なんか今一番強いドキュメンタリーの会社があって、で、そこの作品が3本、配給、今回ノミネートされているんですよね。で、一つ目が、83歳の優しいスパイ。老人ホームの映画、東京国際映画祭でやった、はいはい。あれね、エターナルメモリーか、新作か。そうそうそう。そう、あれね、ちょうど見ようと思ったらさ、再生がちょうど調子悪くって見られなくって、なんか日本公開するっぽいからそこまで待とうかな、みたいな感じで、ちょっと見れてないんですよ。で、もう一本が、ボビーワイン。ザ・プレゼ、ピーポーズ・プレゼデントっていう、ウガンダかなんかの、その大統領選かなんかの話で、その音楽の力でどうのこうのみたいなドキュメンタリーがあって、で、これも配給してて、で、もう一本は実録、マリウポリの20日間ですよ。マリウポリドキュメンタリーで。はい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 。で、これ。あ、今日つぶやいてましたね。そうそうそう。これね、なんか一見するとよくある潜入ドキュメンタリーみたいな感じで、思って見てたんだけど、なんかそういったタイプの作品と違ったアプローチで撮ってたのが興味深くって、結構こういう戦争系のドキュメンタリーってなんかあの当事者の人がいて、その1対1でなんかインタビューしたりとか、なんか難民キャンプかなんかの人を撮ったりとかするじゃないですか。はいはいはい、はい、でもこのドキュメンタリーってもうもはやそのなんかそういった余裕もない、なんか攻撃されてもう大惨事になっている惨事を世界に向けて伝えるみたいな余力のない人を徹底的に取っていくんですよね。なんか歩きながらインタビューするんですけれども、そう、名前教えてくださいって言っても私には名前ないのよ、放っておいてよみたいな感じで言って、で後ろについてくる夫みたいなのが中指を立てていくとかで普通に撮影していくと、まあ、遺体とか土に埋めないといけないじゃないですか。で埋めようとするおじさんにインタビューするんですけれども、もう一言でも言ったらなんか涙してしまうような、そう、もう言葉にならないような、そういった状況、それこそ報道映像としては使い物にならないかもしれない、そういった映像をあえて使うことによって現実の凄惨さを描くっていうアプローチをとっていて、まあ、これはまあアクチュアルな問題っていうのもあるんですが、今回の長編ドキュメンタリー映画賞の中ではもうこれが取っちゃうんじゃないか、まあ、フォードウォーターズもなかなか興味深い作品ではあったんですけどね。なんか4人、家族4人のうち2人は俳優あてがってその再現をするみたいな作品でしたけれどもっていう感じで、ちょっと今回の長編ドキュメンタリードッグ風車が熱いという、そういった感じとなっております。
で、自分バーって喋ってしまっているんですけれども、てっちょうさんってなんか今回アカデミー賞でおって思うのってあったりしますか？俺はあのアレクサンダー・ペインのホールドオーバー、 あれが意外とバンバン入ってて、ね、びっくりした、ね、助演女優賞とか、ね、急にあの勢いづいてきたよねっていう。そう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 、あれやな、あれだけだ、あれだけそう、あの話は結構、うん、だからポッドキャストはよく聞いてんのよ、英語の。そうそう、それでさ、いろいろ聞いてて、うん、おお、アレクサンダー・ペイン新作なんだなとか思って。そう、アレクサンダー・ペインといえばね、前作すごい変な映画でしたもんね、ダウンサイジングっていう。あ、出たあれなんかもう明らかにウルトラ Q の8分の1計画の内容で、そう聞くと特撮がメインの話かって思うと全然そういう描写がないっていう話で、まあ要するになんか社会とそう個人の関係が遠くなってしまって、で社会はひどくなってしまうけど、それでも前に向いて歩くしかないっていうのをちっちゃくなるっていうギミックで描くっていう、なんか変なことやってる映画だなーってすごい思って、でそっからの今回ザ、ホルドーバーズだから、どんな作品に仕上がっているんだろうって結構期待が高まりますね。なんかサイドウェイ再び、サイドウェイズか。ね。だからちょっと楽しみだなーっていう感じです。うん、ってわけ、あ、うん、ダウンサイ、あ、どうぞどうぞ。ダウンサイジングあれっすよね。本庁を見出したのは一番、はい、一番の語り草なんじゃないですか。確かに確かに。そう、あれはね、途中の展開がもう賛否両論っていうか、なんかヘイトをバクためしてるけどでもあそこまでそのたくましくないと前に進めないよっていう、でそのあの強引さをそのマットデイモンが受け止めていくっていう話でもあるんで、なんか今こそほら、今って、その、なんか政治家とか資本主義とかが、もう強くなりすぎちゃって、市民とかがなかなか変革が起こせない。で、絶望したくなるみたいな状況下で、今こそ、なんかダウンサイジングを再評価すると面白い見方、なんかできるんじゃないかなって、ちょっとね、興味持ったんですよね。うん、ってわけでやりますかね、やりますか、はい、ってわけで、皆さんこんばんは、映画ライターのちぶんぶんと申します。ですね、今日ちょうど、まあ本当に遅ればせながらのゴジラマイナスは見てきたんですよね。で、思いのほか面白くって、で、これスペースでもやろうかなと思ったら、ちょうど斎藤哲長さんも昨日ご覧になった。そう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 、見ました。結構面白いことを語っていたんで、今日は2人でちょっと配信をしようかなと。まあもちろんアーカイブも残しますので、後追いで聞いていただける方もいれば結構だとありがたいなと思います。というわけで、本日のゲストはですね、チバルーで同じ著者の、斎藤哲長さんをお招きして語っていきます。軽くご挨拶お願いします。はい、斎藤哲長と申すものです。ルーマニアバカです。ルーマニア映画見まくってたらなんかいろいろありましたが、今日もエストニア映画とポーランド映画見ていろいろやってます。よろしくお願いします。でも時々ゴジラマイナスワンみたいな娯楽映画を見ますということで、よろしくお願いします。お願いします。そうなんですよ、てっちょうさん割と仮面ライダーとかそういった特撮系強いかなって思ってて、で自分は逆にその特撮系そんなに見てない、もうミーハーオブミーハーな感じなんで、まあ普通に映画論的な話で話そうかなとは思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、まあ本題細かい話に入る前に、まあまず、
概要ですかね、ボジラマイナスワンといったお話なのかと、あと監督の山崎隆について軽くお話、まあお話って言っても映画 .com からの読み上げを行って、そこからちょっと掘り下げを行えていけたらなと、まあ大体30分か1時間の枠で、今回話していこうかなと思います。よろしくお願いします。まずこのゴジラマイナスはどういったお話なんでしょうか。山崎隆監督が手掛けた、ゴジラマイナスは今回は、鉄長さんも私も、モノクロ版を見ております。1月12日から公開されているバージョンですね。特撮怪獣映画の金字塔ゴジラの70周年記念作品であり、日本制作の実写版ゴジラ映画として通算30作目となる作品ですと。舞台は戦後の日本、戦争によって全てを失い文字通りゼロになったこの国に追い打ちをかけるように突如ゴジラが出現し、その圧倒的な力で日本をマイナスへと叩き落とす。戦争から生きて帰ってきたが容赦を失い孤独の身になった青年、敷島は焼け野原となった東京で赤ん坊を抱えた若い女性のりこと運命的な出会いを果たす。彼ら戦争を生き延びた名もなき人々がゴジラに対して、生きて抗う術を探っていくという話です。監督は、山崎隆監督ですね。まあ、あの特撮界隈の人で、そうですね、あのスペースバトルシップ宇宙戦艦ヤマトですとか、あの3丁目の夕日シリーズ撮っている人ですね。あとアニメでスタンドバイミードラえもんですとか、あの問題作のドラゴンクエストユアストーリーまああれはあれで、あの監督のね復讐ですよね。まああのとあるラッパーの方があのこの監督叩きまくって、まあツイッター界隈とかも叩いていい監督みたいな感じになってしまったそれに対して映画で復讐するよみたいな感じな作品が、なんかドラゴンクエストユアストーリーのような気もするっていう感じですけれども、まあ自分としては結構当たり外れはありつつも、うん、まあ特撮確かにハリウッドアメコミ映画と比べるとチープに見えてしまう部分もあるけれども、時折あのすごいのを見せてくれる。前作のゴーストブックお化け図鑑では、うん、我々が、まあ、20代30代くらいが幼少期で見たであろう、学校の怪談シリーズを思わせる空間の豊かさを、特撮、まあ、CG の力を使ってぐにゃぐにゃに描いてみせるっていう離れ技をやってのけてたりとかするんですよね。そういった監督の、新作となっております。ちなみに鉄長さんは山崎隆監督作品何かご覧になっていますでしょうか。俺はね、あれですよ、ジブナイトリターナー。あー、どうでしょう初期2作。あの実はそれ、いや、ジブナイルはすごい好き。なんジブナイルはね、うん、な本当にいい、なんかね、ちょっと感動する映画というか、うんうんうん、いやね、なんかね、あのロボットとかね、すごい覚えてる。テトラか、名前、うんうん、そうそう、だから別冊コロコロコミックで読み切りとして漫画化されとか書いてあるから、なんか読んだ気がする。8か、俺8歳か。なるほど。読んだ気がする。だからね、嫌いになれないです、うん、いつも。そう。確かに、この監督、結構バカにされがちなんですけれども、まあ、もともと、スター・ウォーズとか未知との遭遇で、特撮に引き込まれて、で、そこから VFX とかアニメーションとか、まあ、研究していくみたいな感じなんですけれども、まあ、だんだんレベルアップしていく。まあ、どこかノスタルジックでチープに見えるけれども、まあ、時に真摯に、まあ、裏を返せばそこに真摯さを見出すようなアプローチがあるのかなみたいな感じなのは、まあ、山崎隆監督の特徴なのかなとは思っております。まあ、というわけで、今回、まあ、新作のゴジラマイナスワンで白黒版見てきました。まあ、お互いにあの感想をまず感想を述べて、そこからちょっと掘り下げていくって感じにしていきましょうかね。手帳さん、この映画はどのようにご覧になりましたでしょうか。いやね、まずね、俺としてはゴジラに対してはちょっとね、深い傷じゃねえけど、傷ですか
あれね、もう本当にシン・ゴジラが嫌いなんですよ、俺。おお。本当にダメだったんですよ。具体的にどういうところがなんか、政府批判して、確かに最初はいいかもしれないけど、うん、なんか結局最後は政府が主体で活躍するなにわ節になっちゃって、うんうん、なんか、権力をおもねんのかなみたいな、うんうん、感じで、俺めっなんかね、本当にね、ふざけるなよってちょっとね、思っちゃったんですよ。なるほど、なるほど。で、俺にとっては平成シリーズですよね、うん、だからスペースゴジラとか、はい、あと桐生とか、うん、あと特に俺はメガギラスが大好きなんですよ、うん、あれね、本当ね、怖かった。なんか未だにね、ちょっとね、トラウマとして残ってるくらい容赦ないんですか、鮮烈な破壊描写が。いや、ね、キモいんですよ。あ、キモい。キモいんですよ。レギオン並みにキモいんですよ。でそういうのがあったりして、はあ、そんでなんか大人向けになってこういう感じなんですねみたいな。それ置いてかれて、子供たち置いてかれ、なんかそういうのが嫌になり。政治的な概念要素も、うん、はあ、こんなおもねりだし、でそっからなんかシンとか言い出してさ、シンウルトラマンとかさ、シン、うん、仮面ライダーとかさ、いやシンウルトラマンはウルトラマンネクサスとか、うん、ウルトラマンティガやろとか、シン、うん、仮面ライダーは仮面ライダークウガがやってるやろとか、つうか仮面ライダーシンがいるだろうとか、もうどんどん膨れ上がっていくと、あの憎悪っていうか、あのモヤモヤが増幅されていくっていう、そういった感じなんです。そう、その中でこのね、ゴジラマイナスワンを見てね、何か救われた。シン・ゴジラを見て、こんな オールタイムワーストじゃって言ってた俺が救われた、うんうんうん、もう逆だったの、本当に真逆。あっちもう本当政府が主人公で、だから日本政府 VS ゴジラみたいな、うん、確かに。なんかそのせいでなんかいろいろおかしくなっちゃってるところを、ゴジラマイナスワンは あのねやっぱり市民の映画でしたよね。市民大衆一人一人の映画、うん、なんかもう完全に対比させようとしてきて、でかつ俺としてはもう本当に今なんかその大衆とかくくっちゃうところもの、うん、そんでなんか大衆とか言うと顔のない大衆みたいな感じで、群衆心理とか、うん、そういう感じで悪い方向に行っちゃうみたいな、やっぱりなんか社会批評とかでもそっち行っちゃうじゃないですか、うん、なんかそんな中でなんか俺は逆にこう大衆一人一人の顔を見ていろいろやってくっていうものとかにちょっと今なんかそっちに惹かれてるというか、うんうん、だからね、なんかね、機動戦士ガンダム劇場、ガンダムウィング劇場版エンドレスワルツとかもなんか最後はちょっと大衆が立ち上がって、うおーって言ってデモ起こして、うん、なんかちょっと大乱炎に近づくみたいな描写があってちょっと感動したんだけど、なんかちょっとまあただ、無条件に肯定とかはしちゃいけないと思うけど、うん、でも俺は正直、本当に鉄道鉄尾市民とか、なんか一人一人の映画だったなっていうことを感じさせて、うん、なんかすごい良かった。そうですよね。ちょっと感動した。確かに、まあ、いわゆる、まあ、日本的な、まあ、シン・ゴジラも、今回のマイナスワンも日本的な組織の映画で、まあ、いわゆる天才スティーブ・ジョブズみたいな科学者がいて、その人がワンマンでやるみたいな感じよりかは、個々の、人が束ねてゴジラと戦う。で、シン・ゴジラの場合は、もうプロフェッショナル、もう、プロフェッショナルしか集まってなくって、で、それが最後、国家に吸収される形で、もう国家対、ゴジラみたいな感じになってたところを、そこからアップデートしてって、より市民に戦争を生きてしまった。そう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 。でそれこそ市政の
もうまるでもう廃墟になった土地で、まあ、女性とかもいて、で何とかして生き延びようとする。でその中で、まあ、ゴジラっていう怪獣がやってきて、でそれぞれの、まあ、凡人ですよ、凡人の、まあ、それぞれ突出した部分、まあ、銃が強ければ銃の力、科学の力が強ければ科学者として、統率が強ければ統率として、それぞれの力を束ねてやっつけていくっていう、よりなんか市民の物語になっていて、そこのアップデートが面白かったです。なんか俺がおっと感じたのが、冒頭のゴジラ島に襲撃し、丹念に一人一人殺すじゃん、ゴジラ。すごい、あれは熱戦とかじゃなくて、熱戦でバーってみんなまとめて殺すじゃなくて、うん、丁寧なんです、ね、バーって、そうそう、だからそこからしてもう殺される一人一人も見せるし、生きようとする一人一人も見せるし、うん、っていう、なんか予感がしてたらそういうことをちゃんときっちりやってって、いやもう本当に死ぬ人の顔がめっちゃ見えるじゃないですか、うん、つうか俺はちょっとそれすぎて笑っちゃったのが、その銀座行って熱戦吐く前に、あの最後もう一人人が呆然としてる中で、橋爪伊佐雄したっけ、あの人名前います、あの人の声が顔が普通に出てきて確かに、お見覚えのある顔だ、そうそうそう、なんかちょっと笑っちゃったんですけど、でも正直なんか本当に一人一人の顔をなんか覚えてるような、うん、どれもみんなあの普通に最後の作戦さに入ったなんか名前とか出てこない人とかも、うん、なんかそう普通にそういうね、なあの決め顔バンバンとかそういうわけじゃなく、うん、あの裁かれるジャンルのクソ下品なファルコネッティのアップとかそういうのをやるとかじゃなく、あの俺がちょっと本当に良かったのは、最後の最終決戦でもテンポとかを犠牲にしてまで、毎回何回も何回もなんかその震度何ですみたいなこと言ってるメガネの研究者とか、うん、とか船に乗ってる人とかの顔をもう何回も何回も挿入するじゃないですか、はいはい、なんかそういうところがいい、なんか映画の技法とかじゃなくて、うん、律儀にみんなの反応してる顔をちゃんとパッパッと見せていく、うんうん、なんかそういうものにそういう気概に裏打ちされてるような作品でしたよね、うん、でやっぱりその山崎隆監督ってそういったあの、普通の映画がなんか他の映画だったら群れとかモブとかで消化してしまうようなキャラクター全体にその徹底的に描き込むみたいな感じのところは前からあって、うん、まあ、デスティニー鎌倉物語とかめちゃくちゃ妖怪が出てくるんだけれども、その妖怪がどれも、味わい深いっていうかコミカルに描かれていて、そう誰一人そうなんか雑に扱わないよっていうのをやってたりとかするんですよね。で、もともとそのスターウォーズとかそのスピルバーグとかそういったの好きって言ってたけど、そのまあスターウォーズもいろんななんかキャラクターが出てきて、それがわちゃわちゃしながらでもみんなが主役だみたいな感じで描くじゃないですか。で、スピルバーグもまあジュラシックパークとかだとそのトイレに入ってる人バクって食べたりとか、あと宇宙戦争だとなんか車の中に入ってる人を丁寧に一体一体潰していくみたいな演出とかしてて、あ、ちゃんとそういったところ娯楽映画、まあ、スターウォーズとかスピルバーグ的な娯楽映画のそう、ね、まあ、要素を継承して、で今回のゴジラとかはそれをあの、まあ、今回テーマあの個人の物語、個人と集団の物語ってある種テーマにあると思うんですけれども、なんかそこに修練させていくっていうのが本当にいいなって思いました。で、まあ、手帳さんもおっしゃってた通り、あの最初の場面本当すごいですよね。なんかもうすごかったっすね。もう闇っていうか、俺らモノクロで見たから本当
闇からぬってゴジラ出てくるのが白黒でやってて本当すごかった。あれでしかも個人と軍で切り離すじゃないですか。あのなんか飛行機に乗って、まあ、飛行機の機銃で倒す人と、あとはなんか後ろの方でみんなで銃持って固まってて、で一人はなんかゴジラを、うん、あの飛行機の機銃で撃とうとするんだけど撃てないっていう葛藤があって、でもう一つの軍はなんかゴジラが近くまで来てる、撃つなって言われてけどどうしようどうしようって撃っちゃって、でそれが原因で全滅みたいな感じになるじゃないですか。なんか個人が暴走して軍が敗北するっていうのが終盤になって子が統制を取ってって、それが勝利に導く。で主人公子として何もできなかった、何もしなかったっていう葛藤が最後何かを成し遂げるっていうものに昇華されていくっていう裏返しの物語、子と軍がそれぞれ裏返しになっていくっていうのが味わい深かったです。そう、まあ、押し暗くは正直そこにちゃんと女性とかも参入させるというかね、 それがね、なんかそれが全部全員生活を担わせちゃうだけで、なんか奥なる存在を押し込んじゃって、まあ確かにそう旧来的なステレオタイプの日本ってそうなのかもしれないけど、そこで女性が行くぞ行くぞって言ったらハワード・ホークスになれたんです。ハワード・ホークスの映画ってなんか女性も参加するみたいな感じあるじゃないですか。例えばハタリとかでそのなんか猛獣狩りするところに女性も私も人狩り行くよみたいな感じで乗り込んでって、でみんなでサイとかをやっつけるみたいな感じの描写があったりとかするんですが、そう女性がちょっとあの奥に行き過ぎてたのは息子がちょっとたまに傷なところあります。だから続編作るときは本当意識的にそこをひっくり返すとか、なんか あの人が関わってくるのが、あの人が不穏な形で関わってくるのがラストで、もう続編はそうなるだろうなみたいなのもあるじゃないですか、うんうんうん、なんかそういうの転換させてうまくやってくれたらなとはちょっと思いました、ね、うんうん、確かにそう、やっぱり哲郎さんも思ってましたが、いや女性がちょっと奥にあの子育てをするだけの存在になってしまってるみたいなのは若干確かにそうですね。あとはですね、セットがなんかもう黒い雨か、今村翔平の黒い雨かって思うほどの、はいはいはい、破壊そのまま出ました、そのままでしたよね。そのままっつうか、あの黒、普通に黒い雨あれが出たし、そうなんか電車に乗ってて急に襲われてうわーみたいなのもものなんか黒い雨であって、で廃墟のガランとした中の時刻の見せ方とか相当研究してんだな。そう今までその山崎隆監督とその、まあ、いわゆる映画史的なところはあんまり結びつかないイメージがあったんですけれども、なんかめちゃくちゃいろんな奏法が、第五福祐丸ですとかそういった作品とかを意識して、でそれを VFX とセットの力で再現していくっていうのをやってて、映画に真摯なことをやっているなっていうそれはすごい。でなおかつまあ確かに VFX のところはまあ大げさだったりとかするけれども、まあ祭りだからいいじゃんっていう、なんか映画史に執着してるんじゃなくて、なんか俺はこういうことをやってみるぜみたいな、もう銀座の街をそうありえないほどの破壊で吹き飛ばすみたいなのをやってみせたりする、そういった遊び心もなかなか面白かったなっていう、はいはいはい、いいっすね。俺なんて思いついた映画というか、なんかあの浜辺美波が電車でゴジラに襲われて、うん、めっちゃ棒やったり泳いだりそれ見てサスケを思い出すしかなかったサスケ思い出した確かにそれくらいだった、それとゴジラ他のやつくらいだったそう
かもあの角度的になんか去年あのミッションインポッシブルでなんか似たようなのやってんの、うん、もうこれ日本映画でも見られるとは思ってもなかったっていうなんかお茶目さがあってそこはね大爆笑でしたねそう、あとはなんといっても船 VS ゴジラのシーンですよ。なんか2回戦目のなんかゴジラがやってなんか水中からやってきて嫌い2個でどうやって倒すかっていうのもあの宙吊りのサスペンスもう修羅場ですよね。嫌い2個しかなくって1個ででこの映画そうクリシェを巧みに使っててよくあるじゃないですか怪獣映画でやったかって言ってありましたね。まさにありましたね。天丼ギャグみたいな感じで使っててで嫌いで1個やってやったかって思うと復活してでもう1個やってやったかでまだダメだもうダメだって思った時にまあ、戦艦がやってきてみたいなそう修羅は生きるか死ぬかの宙吊りでかすかに生き延びるでも次の修羅場がやってきてじゃあどうなるかを次々と連鎖反応させていくっていうあの回転はドライブ感があってよかったんですよね。うん、だから俺正直ほらニコーマアカデミーだっけ、うん、最優秀脚本賞入ったんだっけ確か。あーなんか入ってるみたいな話なんかありましたよね。なんか批判してる人もいたけど、うん、俺はまあ女性描写とかマジでひどかったけど、うん割とわかる、うん、そういうの本当うまかった、うんうん、娯楽映画としてきっちり本当にこういうきっちりって意外とできませんからね、うん、ラストの展開とかもちょっと泣きそうになりましたもんなんか近いのがあの去年のメグザモンスターズに近いのかなって思っててあれもバカあのいわゆる、まあ、バカ映画ではありつつも例えば中盤のシーンでなんか主人公たちが恐竜ってちっちゃい恐竜に襲われて逃げろって倉庫に入るじゃないですか。で倉庫に入るとテロリスト、まあ、敵軍がいてで銃向けられて窮地になるんだけれども倉庫の後ろがシャッターになってるからそれを開けて恐竜に食わせるっていうなんか追われるの関係を空間的に逆転させるみたいなのをちゃんとやってたりとかするんですよね。なんかそういうそのまあ娯楽映画でそうまあツッコミどころが多いのは承知だけれどもでも締めるとこは締めるよちゃんとその運動としてのアクションは理論的に詰めていくよっていうのをやれているのが今回のゴジラマイナスワンなんじゃないかなっていうメグザモンスターズ2と同じことだと思うんですよね。メグはねほんとよかったあれ、うん、そうだからラジオショーに入ってるのかねほんと俺キルリストあれ一番キルリストに似てるよ。あーたなんかね構成がほんとキルリスト狙ってって三幕のド迫力ぶち殺しぶりはビビりましたね。あれはあれ監督は同じなんでしたっけ確かキルリメグザ同じですよもちろんベン・ウィートリーですよベン・ウィートリーだからハイライズとかフリーファイヤーとか、はいはい、その人その人過去作とかバンバン見てきたからちょっと感動したもんおいこれは本当にになんか変ななんかレベッカだっけ？あレベッカ。レベッカとかやったりしてなどうした？おいどうした？とは思ったけどってだけどそこにこれ来てうわー感動した。そうだからまあね今回のシンゴジラゴジラマイナスワンもね映画芸術のちょっとワーストに入ってしまったんですがまあ。映画芸術の場合脚本で見ているところが多いんでまあ女性面とかそことかを評価したのかなっては思いつつもまあアクション面で言ったらいやかなり悪くはないぞっていうのはね強く言いたいなというのは思いますね。他になんかてっちょうさんの方でここ気になるよここ注目ポイントだよっていうところはありますでしょうか。俺ですか。あ、うん、やっぱ本当にさっきも言った通り完全にシンゴジラと対比になってるよなって思ったところが、
もう物語の中に異様なまでに政府が出てこない。確かになんかもう政府はもう死んだんだ、なんか政府はもう役に立たないんだみたいな感じで、そうそうそう、もう出す、もうこの物語になんか政府関わらせてたまるかくらいの執念があるよ、あると思わされるほど政府出てこないわ、出てきてたとしても言葉の中であいつらクソだな、いつもこんなんだぜとかみんなに全員に言わせ、そして最後は、うん、あの博士にね、あ博士にね、もう戦争本当ひどかったからって、うん、みんなで生きて帰りましょうって言わせるための出しにされる、うん、最後に。だから本当にね、なんか政府へのというものへのね、根本的な不信感、うん、だから逆すぎる、あまりにも。だからシンゴジラは最後はもうむしろ政府がなんとか抑えて、なんだかんだ政府いいよねみたいになっちゃう、あのナニア節だと、最初に批判してたとして、うん、官僚制度とか批判してたとして、うん、あの政府どっち結局政府第3回みたいななって、それでふざけんなって思ったんだけど、だからこっちはそれが徹底してもう絶対政府なんて計らわせねえっていうのが気概があって、うんうん、なんかちょっと圧倒されたというか、そうです、なんかあの第2幕のそう船で行くときに、なんか最初は機雷回収みたいなのをやってた、機雷破壊やってたのに、それがゴジラをあのなんかせき止めするための要因だっていうのに気づいた時に、まあ、船長がなんか行くしかないみたいな感じで、なんかそうもうやったらしかないってなんか空元気みたいな感じで一回言うんですよね。でその次にはなんかどこかもう政府は役に立たないで、もうどうしようもないんだっていう限りを見せていく。でそれが終盤になっていくと、もう、まあ、政府はもう役に立たないから俺たちでもう戦争を終わらすしかない、頑張るぞみたいな感じで、ね、もう全面に出てくる。軍も使っちゃうからな、そこはすげえ危ねえなって思うけど、うん、まあね、そうあのね、戦艦がいっぱい並んでやってくるところとかね、まあ、ダンケルクみたいな感じではありましたけどね、うんうんうん、そうあそこは感動的でしたよね、なんか熱い展開で、そう若造はちょっとお前らには次世代を託すよって言ったけど、いや俺も仲間連れてきたよ、いるだろうみたいな感じで頑張るところはすごい涙しそうになりましたね、うん、危ねえって思う、なんかやべえなって思いながらもちょっとまんまと感動させられた。そう、なんかだからそういう意味でも脚本がうまい、脚本がうまい、明らかに、うん、これ危うい意味でもうまい。なんかこういう作品見るとあのベタを舐めちゃいけないっていうのはすごい、そう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 、ベタを真面目にやる映画ってそんなに多くないよっていうのはすごい思った。うん、なんかどうしても車に構えたくなったりとかするじゃないですか。まあそれが多分シン・ゴジラの例で、いい意味でも悪い意味でもあの車に構えた作りにはなっていったと思うんですけれども、それに対して王道で、攻めゆく、でそれが成功に導いた、成功につながったっていう感じなのかなと、うんうんうん、それは思いますね。そうですね、あれちなみになんですけれども、てっちょうさんはゴジラ映画はどれくらい見ているんですか？もうかなほとんど見ている感じなんですかね？なんかといや全然平成が好きすぎて他あんま興味持てないみたいなやつ。あそう自分そう要所ぐらいでしか見てなくて、まあゴジラ対ヘドラがすごい印象に残って、あとビオランテ、はいはいはい、印象に残ってるなぐらいなんで、なんかゴジラトーク振られると意外と話せなかったりとかして悶々とすればあるんですが、そうか、あ平成系はかなり強いっていうのは感じ取りました。うん、そっか、ヘドラとか見てないんですか？ヘドラとかも
だってむしろ俺みたいな逆張りの人、逆張りの人がゴジラで唯一見てるやつみたいなやつじゃん。だから皆さんに任せました、他の逆張りの皆さんに任せました。なるほどね。俺はメガギラスが、俺がメガギラスが好きです。そうだ、作品だとは思うんだよ。俺はメガギラスが好きです。なるほどだな、ありがとうございます。あとは自分は大体なんかバーって言えちゃったかなっていう感じなんですけれども、他になければまあ最後店長さんなんか話したいこととか、この話題でいきたいとかあればね。あの先日もあのベルリン国際映画祭のね、あのスペースをお邪魔してね、すごい楽しかったんですけれども、今回ベルリン面白いラインナップでしたよね。はい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 。まあまたもう一回ベルリンのあの話していいの？いや、あのどっちでもいいですよ。なんか他別の話とか、なんか今日エストニア映画見たみたいな話も、ああはいはいはい、それの話でもいいのかなと。ああ、れはね、あれはね、あれですよ、東映画スペースのやつですよ。ああ、じゃあそれはあの店長さんは、次いつなんですか、東映画スペース？あさってです。あさって開催されますので、そちらでお楽しみにして、いつも通りオデッサさんと一緒に暴れているそうなので、そうですね、あのもう日本で一番マニアックな映画、日本未公開の映画について調べるスペースとなっておりますので、はい。じゃあちょっと一本やっていい？一本話していい？はい、いいですよ。他の、あれ、これ一週間前か見たの。テオ、アイネコンベルサツィオンミトダーアーレヒクカイト。テオ、なんだろう、訳すなら、誠実さを伴った対話みたいな。これスイス映画なんですけど。あ、スイス映画なんだ。そう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 。で、主人公。これ後でツイートとかできますか？俺がつぶやいたやつリツイートするわ。ああ、そうですね。あの、後で、ちょっと YouTube 用にも、どの映画か貼ろうかなって思いますんで。はい。うん、ちょっと待って。すいませんね、無茶ぶり。いやね、これね、すっごい良かったですよ。まあ、物語は、まあ、ジミーっていう主人公がいて、この子は早く童貞が卒業したい青年なんですけど、うん、で、クラブで、その、タマラっていう人と会って、仲良くなって、そんでセックスして童貞卒業するんですけども、てんてんてんみたいな。で、ここから始まるのが、ほら、今さ、ツイッターとかのさ、セックスに関する合意とか同意とかさ。はいはいはい。そういうものが、言われるわけじゃないですか。で、うん、そのタマラも、自分は、セックスはしたくなかったけど、ジミーに、こう、強制されてやらざるを得なかった。みたいな話になり、そっから、どんどん噂がどんどん広げ焼きして、それで、ジミーはレイピストだ、みたいな感じになり、そんで裁判まで始まって、てんてんてん、みたいな。はいはい。そうそうそう。で、そのところの、もちろん、社会的制裁であるとか、いろんなもの、議論とかも印象的なんですけども、裁判が一回終わり、その、ジミーは未だに、彼女は何も言わなかったんだから、あれは合意のセックスだって、俺はレイピストじゃないっていう思いをずっと抱えてるんですけども、そこから、こう、更生の道を少しずつ行くというか。うん。で、そこで、その、セックスとか、性について、自分の思いをきちんと言葉にして相手に伝えていこうとか、そういうことをこうめちゃくちゃ律儀に話していきながらも、なんか演出の方はめちゃくちゃ変というかでね、
俺この人そのダミアンハウザーっていうスイスの監督なんですけど、この人ケニア系の人で、俺その2年前にブラインドラブっていうラブコメ、ロマコメをケニアで、この人がケニアで作ったロマコメ、うん、見たんですけども、その盲目の青年と、あ、いや、どっちだっけな、耳の聞こえない少年と目の見えない少女だったかなのロマコメなんですけども、うん、そのロマコメがなんかどん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 変ななってて、最後には魔女狩りまで達するというなんか変なやつだったりするんですよ。で今作もかなり重いのに、なぜか軽快なロマコメ的なことをや演出でやってて、そのくせテーマも重く、かつそこに対する姿勢も真摯、うん、なんか不思議だったのが、なんか不思議なんですよねそれが。で俺としては思い出したのがポール・ベッキアリーしますよ。ああ名前は金が見たことはないかもしれないけど、そう、あの人ってあの殺人衝動とか児童性愛とかそういうすっげー重いものを、重いテーマをなぜかコメディとかそういう軽やかな感じで、あ、そんな感じやるんですよ。変な作家なんですよ。そう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 。じゃあ演出自体遊び心わしましな感じなんですけど、うん、愛に対して本当、愛とかセックスに対して本当に切実誠実で、かつその複雑さみたいなのをものすごいきちんと描いてる。だからもうね、ちゃんとねこの人フェミニズムとかクィア理論とか学んでるんだなっていうことが分かるくらい、合意とかそういうものに対して、うん、きちんと言葉にして、いい、あと俺としてあのここ全然、あ、こんなちゃんと描かれてるの見たことなかったなって思ったのが、いわゆる挿入主義っていうもの、いわゆるセックスでは挿入行為がなければそれはセックスじゃないし、みたいな凝り固まった考え方、はいはい、だからそういうものがやっぱりレイプとかをちょっと より促進してしまったり、例えば男性とかも立たなかったら、うん、はちょっと女性とかにバカにされてなんか傷ついてみたいな、そういうことがあの挿入主義っていうものでは起こってしまう、うん、そういうことがきちんと描かれてる。 それ以外にもいろんなセックスの形があるじゃないかとか、そういうことをやったり、だからいろんな角度から性とかセックスを描き出し、なんかね、で驚いたのがこの監督2001年生まれ。2001年ってのミレニアム世代だから、これが確か2022年か22年に上映されて、だから作ってる時2020歳21歳なのに、すげえ、いやね、さすがに新世代やわっていうのを感じた。あ、注目ですね、この。そうそう。で、もうすでに去年、もう完成さ、新作完成、第3長編、完成させ、で、今年、ロッテルダムにもまた選出されたって。ああ、じゃあ、なんか、なんかちょっと若干グザビードランみたいに、ああ、そうか。グザビードランもめっちゃ若くして、マミーで絶頂期になっちゃってみたいなのは若干あるじゃん。そうですね、そういうのはちょっとあるかもしれない。ちょっと思いつつも期待は高まりますね。そうそう、本当になんかね、ほらもうさっき言った通り、ツイッターとかでセックスにおける合意とかの議論がさ複雑化してってさ、うん、それじゃもう全部レイプじゃんとか、なんか思考停止する人とかいるじゃん。うん、です。この監督はそこで止まらず、ちゃんとその複雑さを全力で受け止めようとする。うん、それをね感じさせてね、この人はすげえマジ監督だって思った。今ちょっとリツイートしたけど、はい、あの皆さん、ね、あの店長さんのツイートを確認していただけると、テオアイネコンベルサツヨミッタアルヒカイト、やばい、ドイツスイスのドイツ語かな、これアインって書いてあるから、そうちょっと読めないわ、わかんない訳せない
フランス語系だったらいけるんですけどね。なるほど。これはちょっと日本公開もね、してほしいな。してほしいな。いやね、本当にいい映画。本当にいい映画。これ。大事だと思うんですからね。そう、本当にいい映画。これ。うん、ありがとう。これを話す ところを用意してくれてありがとうございます。いや、こっちもちょっと全然今日とっさにやるって決めたんで、まあ若干具だったりとかしてますけれども、すいませんっていう感じで。じゃあ自分からも一個、さっき知った情報と、いいですね。2週間ぐらい前知った情報があって、ちょうど今週末、シアターイメージフォーラムで公開される作品があるんで、それの紹介をしたいんですが、はいはいはい、ちょっとコメント来てるんで、コメント読みます。ひろくんさん、こんばんは。類似、ゴジラの話ですね。類似的な印象も多かった、ゲゲゲの謎は2人は見てますか？すいません、ゲゲゲの謎ってね、見逃しちゃったんでね。そうそう、すいません、ちょっとアニメ弱くて申し訳ないっていうのはあるんですけれども、ゲゲゲの謎はすごい評判いいらしいんでね、まあ、そのうちどっかのタイミングでエンカウントしたら見ようかなと思います。そうそう、俺そっち見ないで今 そのヒットのおかげでゲーム実況者がさ PS 版のさゲゲゲの鬼太郎の実況やりまくってんのよ、なぜか。あれ、カラスマさんもこの前やってたよ。カラスマ A チャンネルのゲゲゲ、はい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 、そう、別の人もやってんだ、ゲゲゲ、そう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 、 PA プレイステーションのやつで、うん、なんか肉人形とかね、怖いやつがね。あ、そうなの。そうそうそう、なかなか怖かった、怖いやつで、へえ、それしか見てないです、それしか見てないです、すいません。自分もカラスマ A チャンネルの、ゲゲゲの鬼太郎のゲーム実況を見ておりました。本編まだ見てないんで、すいませんっていう感じです。ってわけで、じゃあ今週末、最後にですね、シアターイメージフォーラムにて公開の作品2本を紹介しようと思います。1本目がですね、ハムオンラインという作品で、これ一時期ムビで配信されて、日本でも大阪かなんかで上映した作品が、今週の土曜日よりレイトショーで一緒に限定で、なんか配信、なんか上映するってね、さっき知ったの。そう。で、じゃあ俺ちょっと、見たやつ。あ、そうそうそう、てっちょうさんがさ、以前紹介してて、ツイートしとくか。そう。で、自分見ようかなと思ったら、見逃しちゃってて、ちょっと見よう、ついに見なきゃっていう感じになってるんですよね。で、どういうお話かっていうと、なんかどうも、青春ミーツデイビッド・リンチっていう、なんかジャックでかなり釣ってるような作品らしいんですけど、小さな町の閉塞感と10代の焦燥感、戸惑いとためらい、不安と抵抗、そして自分自身と自分が今いる場所を見つめ、耳を澄ませることで未来の可能性を見つける少年少女っていう、なんか詩的な、なんかあらすじめいたものが、うん、書いてある。あ、そう、一応最初あらすじもありますけど、ね、最初つまんないデビッド・リンチかと思ったら、うん、デボラ・ストラットマンだったみたいに、うん、だから物語映画から実験映画に鞍替えして、え、なんだこりゃってなるやつだった。面白かったよ。そう、なんか予告編見ると、その一時期そのオデッサさんと俺がすごい評価してたグリナグラスっていう映画があって、あ、はい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 、はい、あれとなんか色彩がすごい似てるんですよね。なんかグリナグラスはその中産階級の人が、ほら、なんか子供を塾に行かせてどうのこうのでマウントするとかあるじゃないですか。あれを嘲笑うっていうか、うん、それをダークコメディにした感じで、なんかある日息子がゴールデンレトリバーに変身しちゃうんだけど、なんか家族は、おい、いいじゃんみたいな、なんかそれって個性だよねみたいな感じで、そのまま放置プレイみたいな、そういう感じで、はいはいはい、監督が女性のコメディアン2人なんですけれども、まあ、日本で例えるとハリセンボンが映画を撮ったみたいな感じなんですよね。そう、それとなんか色彩感覚が
かハムオンライク似てて超似てっていう感じで、あの店長さんの方の記事もありますので、皆さんあの1週間しかやんないんで、あの要注意です。多分これは見ないと損する可能性が非常に高い作品、なかなか面白いですよ、うん、でもう一つがですね、そうか、なんかレイトショーだから夜にやんのか、そうあいいですね、いいですね、そう、あそれは本当にいいですよ、夜にやる、ちょうどいいと思いますよ、これ見るの。しかもそうイメージフォーラム、そう夜のレイトショー同じ時期にもう一本あって、だいたい9時ぐらいに別スクリーンでやってるんですけれども、なんか鶏の糞球っていうその中国アニメーション、謎の中国アニメーションが2週間限定でやるらしいんですって。でこれがなんか監督のシー・チェンっていう人が3年ぐらい費やして、なんか全部一人で作ったその 3DCG アニメで、そう自分を人間だと思い込んだロボットたちがその戦争に明け暮れる中、そう好奇心旺盛な鶏が世界を探検するみたいな作品で、なんかアヌシー映画祭で賞を取って、アヌシー映画祭に出品されたのかな、出品された、あの新千歳空港アニメーション映画祭でも出品されたっていう作品で、ほら今中国アニメーション要注意な時期なんですよね。あの去年の深海レストランとかもそうですけれども、っていうのもあってちょっとこれは見たいかなっていうのは思っております。はいはい。あとアジアン映画祭ラインナップ発表されますね。そう、大阪アジアンだとあのモンゴル映画のシティオブウィンドウ来てましたよ。あーはいはいはい。そう、ね、あの、ね、モンゴル映画ね見た方がいいですよ今皆さん。そうモンゴル映画ね。去年とかもいろんなとこで出てたんで、ね、冬眠祭できればが東京フィルメックスでかかっててね、そうあと確かタリン国際映画祭でも別のやつが来て、はい、それもなんか確かなんか制作は日本入ってたからここ来んのかなと思ったら、あじゃああれじゃない、ね、あのタレンツ東京とか関わってんじゃん、日本が関わってって、なんか関わってる確認はしてないけど関わってても全然不思議じゃない、うんうん、そうあの今モンゴル映画が本当に強くって、でなおかつモンゴル映画転換期に入ってんのかなっていうのは若干思ってて、ほらモンゴル映画っていうと大草原があってそこにゲルがあってってイメージがあるじゃないですか、なんかそのイメージを脱却しようとしてるのが、うん、で去年の東京フィルメックスでやってた冬眠祭できればは、うん、そうゲルとゲルで生活している人となんかマンションみたいなところで生活している人を対比させて描くみたいな、それもなんかおそらく是枝裕和監督をかなり参考にしている、例えばそして父になるのをそのマンションと市井の生活を対比させるみたいな構図をなんかモンゴルの映画監督がやっているみたいなことをやってたんですよね。で今回の大阪アジアンでやるシティオブウィンドもなんかシャーマンの話なんですけれども、伝統とあとはその学校生活とかさ普通に都市部の生活とかがあるわけで、それを対比させていくなんか伝旧来的なモンゴルの生活とそう現代的な生活を対比させてちょっとモンゴル映画が変わっていくよっていう、なんかそのターニングポイントに今モンゴル映画界来ているんじゃないかなって思ってて、それもあって今回の大阪アジアンのシティオブウィンドウ見てほしいんですよね。あれじゃん、もう外国とか、うん、外国とかもさ外国とかでもさ、モンゴルはこんなんでしょとか言われまくってさ、で、うん、なんか去年とかも日本がさ中央アジアやる中央アジア舞台にヴィヴァントとか作ってさ、うん、そういうのじゃないんですよってモンゴルが切り始めてる気がする、そういうのじゃないんですよ。そうで、そういうのをやっぱあの我々もちょっと積極的に拾ってって紹介していくとなんか世界が変わっていくのかな、見方が変わっていくのかなっていうのがあって、ちょっと草の根活動も頑張っていかないとなっていう、モンゴルはねかなり追いたいんですよね。ヒロ君さんが大阪アジアのとフィリピンのアニメの行方不明も注目ですねって、
あ、コメント来てる。そう、フィリピンね、なんかこの前もね、ヒプナゴジアっていう映画が、あの、イメージフォーラムで上映されて、フィリピン映画もかなり変わった映画をね、やるんですよね。うん、せっかくなので、はい、ちょっと大阪アジアのサイト行って、行方不明のあらすじ紹介して、まあ、もうそろそろね、うん、10時になるんで、それで終わりにしようかな。なんかフィリピンに関してもさ、俺らの自分らの国、あんなラブディアスが描いてるような感じだけじゃないんですけど、あの、メンドーサが描いてるだけじゃないんですけど、なんかね、あの、ドゥテルテがやばくって、もう殺伐としているだけじゃないよ。じゃないんですよ。行方不明とか面白い、なんだこりゃっていう。あらすじだあらすじちょっと読んでもらえますか。あ、いいっすか。うん、自分まだ発見できてなくて、はい。首から下げたホワイトボード、ホワイトボードで他人と交流する口のないアニメーターの青年、叔父の安否確認に行った先でエイリアンに襲われ点々トラウマとの戦いを描いた感動のアニメーション。え、感動なんだ感動らしいです。なんかロトスコープ使ってるらしいですよ。あー、出たロトスコープ、うん、あー、じゃあこれ、え、ちょっと行方不明見に大阪行こっかな。ちょっと興味が急に大阪行く気が出てきた、うん、そう、今ちょうどね自分暇な時期なんでね、あの、はいはいはい、と、あの、ちょっと時間に余裕できてるんで大阪アジアン視野に入れようかなとは思います。ってわけで、まあ大体もうすぐ10時ぐらいなんでクロージングに入ろうかなと思いますが、宣伝とかありますか、鉄長さん。宣伝ですか。あ、うん、まあもう一回、あさって東映画スペースちょっとやらせていただきたいと思いますんで、うん、もしよろしかったら、内容は2024年一発目は、エストニアの自動映画職人のヘレカリスさんと、ヘレカリスと、ポーランド映画界で、あの、めっちゃ、ブライ感の的な、女性映画作りまくってた、バルバラサス。この二人をね、ちょっと特集させていただきます。もうね、あ、ちょっと待ってください。エストニアの、もう一回監督名教えてください。ヘレカリス。ヘレカリスさんです、ね。ちょっと今リツイートしました。あ、ありがとうございます。で、もう一つが何でした？バルバラサス。バルバラサス。いやね、俺らもちょっとあのこの人たち一切日本語になってないから。読み方が本当にいいのかわからん。これどこの国だっけ、バルバラサス。ポーランドです。あ、ポーランド、オッケー。そう、こういうわからないやつは YouTube に破壊するときにちょっと画像とかね、名前とかつけて、アクセスしやすいようにしておきますんで。はい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 。で、1月27日土曜日の何時からですか。午後4時からです。1月27土曜日、午後の4時から、16時からですね、あの東映画スペース、いつも通りスペースでやっておりますので、皆さんぜひ遊びに行ってみてください。で、自分の方からなんですけれども、これはまあ予告みたいな感じなんですが、来月末ぐらいですかね、あの2本寄稿記事を出そうかなと思っています。まあ1本は確定で、あの落下の解剖学ですね。あ、はいはいはい、はい、落下の解剖学、あのジャスティーヌ・トリエ監督の、いろいろ調べてみたら、どうやらそのゴーンガールをかなり意識しているみたいなのが発覚したんで、はいはいはい、こうなんかね、比較するとゴーンガールと超似てるみたいなのがあって、そこを踏まえたりとか、あとはじゃあなんかオスカー入ったの嬉しがってそうだなそう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 、絶対嬉しいと思うんですよね。で、まあ、ジャスティン・トリエ監督の作品全部見てるので、それの比較をしたり、あと、あの映画、すごい面白いのが、とある探偵が、真実はいつも一つって言うじゃないですか。そうじゃないよっていうのが、落下の解剖学の、醍醐味なんですよ。
それについて6センチくらいで書いたやつがアップされると思うんで、それはね、あのネタバレありになっちゃうんで、公開日になってからアップされると思うんで、あのぜひチェックし、あの自分めっちゃ今回傑作だと思ってるんで、あのチェックしてみてくださいっていう感じです。あとあのベルリン国際映画祭のまたいつも通り注目作品何選みたいな記事も上げられたらいいなと思って現在あの交渉中ですので、アップされたらチェックしてみて、あの一応この前配信であの全作品エンカウンターズ含めてチェックは完了したんで、その中から一押しを、何本かご紹介しようかなと思いますっていう感じで、本日はゴジラマイナス1、この白黒版を斉藤哲長さんと一緒に語っていきました。皆さんいかがだったでしょうか。このようにね、あのたまにゲストも呼んで、スペースをやったりとかしますので、もしよかったら、また遊びに来てくださいってわけで、それではまた今度、哲長さんもありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。